どうもナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ6月24日になりました、投稿制限がすべて解除されましたね。ということで今日はこの悪魔を使いたいと思います。最強のルシファーですね。力と体力と魔力のみ999まで上げております。でルシファー何が強いかってユニークスキルがとにかく強いんですよね。アクティブにいる間、味方全体のクリティカル率が上昇する。これがものすごく使えますよね。で、スキルですけども、こんな感じにしております。まずは攻撃スキルの、はじめに闇ありき。で、思考の魔弾。この二つなんですけども、魔属性と力属性。なので、できればね、どっちか片方にしたかったんですけども、まあ、今回はとりあえず、2つ入れております。で万能プレロマとギガプレロマ、そして会心先進ですね。思考の魔弾を使うとほぼほぼ会心なのでこれをつけております。で弱点なので反射を1つとマスク、そして皆殺しとなっております。さあそれでは行ってみましょう。それではチャレンジモードやっていきましょうか。敵のレベルは100ですね。で、限界突破すれば、こっちも150まで上げれるんですけども、それがちょっと準備中ですね。ちょっと完璧になってからお見せしようと思います。多分あと1日2日あれば完璧にできると思います。はい。まあ、とりあえず、いつも通りやっていきましょうか。芝も、すべて、ステータスが999となっておりますのでかなりダメージを与えることができます。ターンダバで防御力下げます。おお、それでも、まあ、3000、まあまあこれ次からがだいぶダメージ与えれるんですよね。初めに闇ありき行こうと思うんですけども、思考の魔弾の方がダメージが高い、しかもクリティカルだったらやばいことになると思います。お、4600、あ、そうでもないよ。あー、まあまあまあ通常だとね、通常だと2000ぐらいなの。耐性が異常、耐性が異常なんですよ。おお、まあ芝は完璧にしてるんですけども、まあルシファーは穴があります。でもそれを抜けて攻撃してきたとしてもダメージは10いかない、1桁これぐらい強い。おい、ちょっと待って、芝の異常じゃなかった？あ、いや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 、ルシファーも異常だわ。12000、そうか、あの2段階上がってで防御力を最大まで下げてあげるとこんな感じになるんですね。いやー、これはねもう敵なしです。うん、はっきり言って通常モードでは全く歯応えがなくなりますね。おお、なるほど、クリティカルが出ないこともあるんだね。芝は確実にクリティカルなんですよ。なんでだろう。ああー、そうか、あ、違う、芝は皆殺しだけだもん。あ、そうか、運が高いからか、運が高いので、確実にクリティカルが出るんでしょうね。あ、そうか、運要素っていうのはそこにかかってくるのかな。即はクリティカルとは関係ないですよね確か。もう説明によると逃げる確率と先制攻撃する確率、あと、敵の攻撃を避けたり命中させたりに影響するらしいので、クリティカルは運なのかな。まあまあわかんないですけども、はいはいはい、まあまあとりあえずここは楽勝。次、はい、ではラストのベルゼブブいきましょう。あ、スキルは全部あれか、リセットされるんだな。でもクリティカルが運に依存するのであれば、
運も999まで上げたいですよね。上げたいよね。もう出るには出るんだけどね、出るには出るんだけども確実ではないので、いやこれ運も上げたい。まあ若干時間はかかるけどね、上げるのには。耐性がひどい。もう次で倒せるんじゃないですか。え、ターンダバー入れてるよね、入れてるよね。マダンで、こっちの方どれぐらいダメージあるんでしょうね。あ、まあまあこんなもんか、こんなもんですわ。はいはい、まあ仕留めましょう。あ、まだいた、まだいた。あ、あと1体いたのね。もういないかと思ってたらいましたわ。なんだわ、いやいや弱すぎる。いや楽勝すぎるよ。はい、まあ、次全体攻撃を入れていけば、おーい。しっかり跳ね返してくださる。パスの、え、もう終わりじゃない。ここでさあ、いやクリティカルが出なかった。でもおしまいです。楽勝。はい、ということで今日はルシファーを使っていきました。いやーやっぱ強いですね。耐性3つ反射がついてまして、1つ弱点はあるんですけども、そこに反射をつけてあげるともう間違いなく強くなると思います。でユニークスキルですよね。アクティブにいるときに味方全体のクリティカル率が上昇する。まあどれぐらい上昇するかはわからないんですけども、おそらく殺しぐらいの効果はあるのかなと思います。で 100% にしたいので、やっぱり運もしくは速、いや運かなを上げる必要はありそうですね。ちょっと時間かかるんですけども上げていこうと思います。でスキルはまあこれで間違いなかったかなと思います。はい、はじめに闇ありき、これ全体攻撃ですし、チャージとバリアを解除してくれますのですごくいいですよね。で火力は至高の魔弾、これが間違いないでしょう。で、プレロマ万能を2つ入れまして、会心先進ですね。はじめに闇ありきの攻撃力は低くなってしまうんですけども、至高の魔弾がぐっと火力が上がりますので、いいんじゃないでしょうか。で浜反射、これは絶対いりますね。で奈落のマスクで皆殺し、これがどうなんでしょうね。運を999にすると必要なくなるかもしれません。まあそこの穴にはまあ耐性、いや耐性も入れなくていいな。うん、体力が999あるとまあダメージ受けませんので、まあここにも何かプラスで入れていければいいかなと思います。あれかな、 MP アップかな、そのあたりでしょう。はい、ということでルシファーでした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。